パンちゃんは第一試合か。うん、頑張るぞ。なんで俺様の相手がこんなガキなんだ。俺は保育園にお遊戯しに来たわけじゃないんだぞ、腐ったれ。ピーパンちゃんはいいよ。僕なんて一回戦でブーさんとだよ。普段から修行サボってばっか言っから困ることになんだ。始めましょう。第一試合はパン選手対もう結構選手です。パン選手は驚くなかれ、たった4歳の天才少女であります。しかしそれも納得、なんとミスターサタンのお孫さんなのです。対するモー選手は前大会の準決勝で惜しくもミスターブー選手に敗れてしまった実力者であります。頑張れよパンちゃん。パン、ほどほどにしとけよ。いじめるなよモーこいつサタンの孫だったのかよ。でもみっともねえことに変わりはねえぜ。仕方ねえ、つまみ出すか。それでは第1試合始めてください。恨むなよチビ。よし、私思いっきりいくからね。やっと王選手吹っ飛んだ。私の王選手の強烈な攻撃が入りました。まだまだいくよ。これはすごい、パン選手のマシンガンのような連続攻撃。反撃、ターゲットを吹っ飛ばした。パン選手のものすごい攻撃が入りました。パン選手の攻撃が続けたまで吹き出しました。驚きです、驚きの展開です。小さなパン選手が絶対負けない。さすがミスターサタンのお孫さん、体は小さくても戦う力は大きいようです。なんだこのチビの強さは。チビじゃないもん。やばいやばいやばい、猛烈に嫌な予感がするぞ。パン選手、体格差をものともしない怒涛の攻撃を決めました。バターラッシュ、パン選手を攻め立てます。パン選手、体格差をものともしない怒涛の攻撃を決めました。パン選手勝利、これはの攻撃、次々命中。モー選手の攻撃に手も足もないか。覚悟しやがれ。モー選手ものすごい連続攻撃です。倒せない。これはすごい、パン選手的確に攻撃を当てていきます。バカだ、こんなことを。バカって言った。いや、そうじゃない、そういう意味じゃない。もう怒った。待て待て、勘違いしないでくれ。あれも吹っ飛ばした。パン選手のものすごい攻撃が入りました。パン選手ガードしました。さあ、モー選手はどう攻めるつもりでしょうか。パン選手、対策をものともしない怒涛の攻撃を決めました。連続ヒット。モー選手、パン選手に打たれるままです。なんとモー選手、パン選手を放り投げた。絶対負けない。パン選手、気合を入れました。モー選手に今この勝負を挑むつもりです。すごいすごい、パン選手、これにはモー選手手も足も出ないか。このまま決めちゃうよ。場外！
第1試合はパン選手の勝ちです。だ、大丈夫かいパンちゃん。あ、よくやったなパン。次は第2試合を行います。孫悟空選手とウーブ選手は準備が整いましたら私にお声掛けください。次はじいちゃんの番だね。頑張ってね。ああ